話す理由はものすごい利権が絡んでるのさ。金だよ金。末期的に気が狂ってるよこいつらは。原発一基作るのに1兆円ほどの援助金が国から電力会社に降りて、電力会社はターゲットを決めてその土地の人たちに近づいて金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れてって、お年寄り温泉旅行、仙台仙台仙台、街が復興するよなんて子供魂が嘘ついて、犯罪や推進派に人々の心をお金で鍛えていく幕張があって、海を売ったり漁師に莫大な漁業権を支払って、安全対策やら危ない秘密の人権やらプロパガンダの広告費で莫大にかかってる。そのお金はみんなの税金だよ。そうやって日本の原発を作られてきたんだよ。体に50個以上の次元爆弾をつけて生活してるのと同じで、一個でも爆発したらそこにはもう人が住めなくなるし、何にも生息できなくなって、じわじわと汚染が広がっていく恐ろしいものが50個以上日本にあるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名のもとに日本は核兵器を持ちたいがためにこれだけ強行して作ってきたんだよ。中国電力は山口県上関町の田村の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を2基作ろうとしてて、その対岸に住む岩井島の人たちは30年も反対してやめてくれって生活を思い出して必死に食い止めてきてるんだよ。豊かな自然とともにそこにみんなずっと住んで生活してるんだぜ。歴史もあって広大な自然が残ってる素晴らしいとこなんだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだ。貴重な遺跡も出てきたけどそれも全部潰しちゃったね。この後に及んで福島原発とはうちは関係ありませんよってまだ工事してるよ。愚かだよね。再稼働させようと電力足りません、各地で止まってる原発を安全ですとかそう言って再稼働させようとして、おい原発動いちゃったよ。次は三原原発狙っとのか知らんけど絶対に止めようぜ。足りないのは電気じゃなくて愛だよね。的に気が狂ってるし、宗教よりもきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全安全で保在できたその呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってたぜ。世の中まだこの詐欺がプロパガンダとも言い難い詐欺がまだ通用してるからね。バカ野郎、ツイッターやネットで原発の反対してる人の揚げ足を取るようなレスポンス、俺らの揚げ足を取られるようなこといっぱい言われてるけど、そんなやつまだおるよ。そんな君たちも原発を推進するなら応援するなら広島長崎の原爆、第五福竜生まれの被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきた時から日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよ。まともな心を持っていればね、テレビや新聞まだまだ騙すために使われてるよ。特に日本ひどいよね。プルトニウムで発電してる
プルサーマルが爆発してるのに、次の日の新聞の一面は計画停電だったり、プロパガンダ連発してバラエティでうやむやにして、何事もなかったかのようにコントロールしてるぜ。ふざけんなバカ野郎。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にしよう。今福島原発が一体どんな状況なのか一切報道せんし、作業員も何人も死んでるやろ。セシウム心臓に溜まって心筋梗塞で倒れてる子供たちもいっぱい出てるんだよ。またいつ爆発してもおかしくないような状況が続いてるのに、しょうもない爆発者。去年は直ちに人体に影響はありません。連発して流行語大賞をもらって乗り越えたと思っとるのか知らんけど、全くお構いなしの一大殺人集団、組織犯罪だよ。原発に関してだけじゃなくても、しっかり情報が公開されていれば救えた命はもっともっとあったはずだよ。テレビ局イコールチンカス、テレビ局イコール原発、このシステムがイカれてるぜ。人の命を何円もせんねん、ほんならボケかす。騙してきたやつは今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて、挙句の果てには全国に汚染をばらまこうとして、まだいまだに利権を守ろうとしてるよね。芸能人使って内部被曝のことも全然言わんと、東北の食べ物キャンペーンとかしてるけど、こんなもん子供に食わせられるか。しっかり検査して納得させてくれた上で風評被害が出てるから、キャンペーンするとかだったら分かる。適当に検査して基準値上げて、風評被害もクソもあるか。やめんなよ、汚染瓦礫を拡散するな。全く理解できねえし、通訳が必要だぜ。それが奴らの仕事さ。